ひまねこの音楽堂シーズン4は常政です。今日もひまねこの愛が聞いてくださるあなたに届きますように。そしてあなたの今日がいい日になりますように。もし夜のお供に聞いてくださっていたら、今宵もあなたが素敵な夢を見れますようにと祈ってます。それでは常政第6話スタート。
くれてありがとう。チャンネル登録していただけると嬉しいです。ひまねこ能楽堂つねまさ第6話をお送りしました。